どうも、物は舐めても人は舐めません、石井岡田でございます。さて、今回は1月のコメント返しでございますね。サムネを見て、いじりカット見ていただき、いや、嬉しいね。マシャレジさん、いじりカットやりたい。素晴らしい、いじりさんとなった。やってないな、あれを見時、やりたいな。いじりさん。どんなコメントいただいたか見てみますよ、こちら。まずは、どうぞ。みえさん、今でも全然起きれや。そうね、びっくりしましたね、はい、俺さ、あの時さ、20年ぶりなのよ。20年ぶりですもんね。フーミンとあの温泉ロケどっか行ったのが20年前だった。20年ですもんね、はい。20年20年ですもんね。生まれた子が成人式になるぐらい会ってなかった。会ってなかったんですよね。それは信じられないです。やっぱさ、20年空いてもやっぱ、なんだろう、すぐ戻るんだよね。いやもう、もうね、とても20年経ってるって思えなかったです、見てたんですけど、ね、まあ、なんだろう、純粋っていうか、風味ね、変わんないね。 やっぱ、すごかったです、風味、はい、そう、俺言うの忘れちゃってさ、一昨日思い出したの、風味。一昨日ですか。俺さ、椎茸大嫌いじゃん。あ、椎茸食べないです、はい。俺ね、一回ギルガメの時にね、風味にね、イシリさん、騙されたと思って椎茸食べてこらんって言われて、フーミンにあんって言われたから、フーミンにあんって言われたら食べるしかないじゃん。そう思うと僕は間違いないと思います。めったにないでしょ、はい、フーミンに椎茸あんって言われたから食べたの、はい、ただバッと吐いてた。騙されたわって言ったの。そうやっぱりダメだった、食べさせてもらう人が可愛くても綺麗でも、はい、椎茸は食べれない、はい、椎茸を我慢入れたの、フーミンのあんぐらいだよ。もうそれだけですか、最初と最後。本当にダメだった、フーミン、ね、それ伝えなかったから。イジリーさんがいるだけで熟女になったフーミンでも興奮します。そうなんだよね、熟女になったってことだよね。9歳下だと思うんだけど、47歳ぐらいですもんね。そうですね、はい、私がいるだけでってね、やっぱりそのギルガメを見てた世代だから、世代としてはその頃に戻るのよ。やっぱね、青春時代に戻せたと思うんですよね、フーミンとの会話ね。いや、素晴らしかったです、もうね、はい、興奮してください、また見てください。そうですね、はい、さあ、次行きましょう、ドン。太文字だね。ギルガメ再放送しないかな。無理です、もう無理なんですもんね。この今のテレビの倫理から言って無理です。無理なんですね、もう。うちには何本か残ってるよ、300何本です、ね、あ、そうですね、あるって言ってましたね、200本ぐらいあると思うんで、売りましょうか。ダメダメダメ、違法です。イギリチャンネルでやればいいんじゃないですか、逆に。もう無理です、それも無理、それもできないですよ、もう。今、あの、女性の裸とか大丈夫な国はないの？国、国、国で行けば、確かに国だったかもしれないです。そこに行くよね。あ、そうです、もうそこ行ってロケしてもいい。あ、我が国は全然オールヌード OK ですよっていうさ、規定の緩い国はないのかね。ギルガメが再放送できる国があれば再放送検討します。そうですね、コメント欲しいですよね、この国だったら OK じゃないか。サムネ見て真っ先に見に来ました、イジリーカット、マジで面白かったです、ハリチロ見てみたいです。おサムネを見ていじりカット見ていただく、いや嬉しいね。マシャレジさん、いじりカットとうとう私が大好きな回ですよ。一番いい回ですよね、もう。ハリチロも見てみたい、ほんとね。あの美容院の回はね、やっぱりテンション違うでしょ。全然違いました。声張ってないし、張ってないしね、ハリはもっと張ってない。え、怖いんだから、ハリは。それなんでハリチロ行くんですか。世界一ハリが怖い男と思ってるわけ、自分。それなりにハリー行くわけ。行っちゃうんですか。ギッケル腰で歩けなくなっちゃうんだよ。あ、そうですね、ゆりちゃんも。それの恐怖に比べたら、ハリーを我慢しようということだから、もう恐怖、恐怖、恐怖。いや、恐怖、それも見たい人がやっぱ来たんですよ、ゆりちゃん。いつか来るんでしょ。いつか来ると思いますよ、俺も。いいよ。どれぐらいの頻度でいいんですか。あの、カットは1ヶ月に1回じゃないですか。ハリーはね、1ヶ月に1回か2ヶ月に1回か。あ、ぐらいの、うん、じゃあもうそれだったらついていけると思います。神奈月さんは私たちが行くハリ治療の、そうですよ、年間第1位なんだ。神奈月さんですか。120何回って3回3回1回ってなるおかしいでしょ。神奈月さんすごい、最多受賞を取ってるの毎年。毎年ですか。年末近づくとハリの先生にハリ支えながら、今年も神奈月さんが1位でしたよって言う耳元に聞かされる。神奈月さんって職業は何でしたっけ。お笑い。スポーツ選手じゃないですよね。そうなんだ。おかしくない。スポーツ選手。武藤敬司さんみたいに膝が痛いんですよ。
メントが秀逸ですから。イジリさんの小声のギルガメッシュ頃は何だかエロい。ギルガメッシュって言ったやつです。ああ、はい、大声で怒られちゃったって、先生に怒られちゃった。あの後怒られてませんか、大丈夫ですか。ギルガメッシュそれです。それは勘違いせんが、あの寝起きの、ああ、おはようそれですね、多分。やりたいな、時代がな、今の時代がな、できないですよね。この世界入った以上、寝起きドッキリが夢でしたって子も絶対いると思う。寝起きドッキリってやっぱりあのトップアイドルしかやらないからさ、だから寝起きドッキリを私はやってほしいっていうグラビアアイドルの子がいて、これ見てたら、そうですね、あのこのチャンネルか X、 もうそうですね、どっちでもいいんで、にちょっとちゃんと飛沫も考えますから、もう全てイジリーさんの今この時代に合ったやり方でやりますから、素晴らしかった、募集かけますんで来てください、はい、小声がエロいって言って全部小声でやりますから、小声ですね、起こしちゃいけない、起こしちゃいけないけど、これかやりたい、素晴らしい、イジリーさんとやってないな、寝起きドッキリやりたいな、イジリーさんの今年やりたいシリーズ、この方の小声がなんか小声がいいっていうことで、はい、この方きっかけで生まれればいいと思います、ね、はい、じゃあ次のコメントいきましょう。はい、ネクストアイドル、最近のアイドルさんビジュアルが良い子が多いから、それだけでは差別化も図らずにやっていけない、いじりチャンネル紹介してプラスアラン魅力を引き出してくれたら好きになる人も増えるし、その子たちのアイドルジームは伸びると思うので期待します。おー、さすがですね、この方素晴らしいですね、このコメントは。そうなのよ、プラスアルファを出していきたいと思ってるこのチャンネルはね。そうです、喋ってやっぱり魅力がある子出てくるじゃない。いや、いますよ、毎回ゲストで来てくれた回には、うん、ね、はい、だからやっぱ今後もこういう風にやっていきますね。最近がちょっとこれないので、まただからちょっと呼ぶか行くか、行くかですよ、ね、本当にその今まで出てくれた子たちがやってるかどうかですよ、イジリーさんと話して、うん、呼ぶか行くか、ね、呼ぶか行くかしかないんで、はい、取り上げていきたいと思いますので、はい、ありがとうございます、素晴らしいと思います。はい、続きましょう。おお、小田麗ちゃん、なんだろう、エロさにトゲがない、経験を重ねた大人の女性、そんな感じがしましたね。もう付き合い長いですからね、もう。そうね、はい、レイちゃん、レイちゃんがまた30を過ぎてまた魅力が出てきましたから、すごいですね、もうね、こうやって息の長いグラビアアイドルの方が出てくることがやっぱりいいことになってきますね。そうですね、やっぱりもう、うん、なんだかんだでも新人だったあの子たちが、うん、レイちゃんとかもベテランですから今では。そうだよね、はい、ソレイちゃんのね、スパゲティの吸うあれが良かった。そうですね、それが面白かったですね、助けてて。あれが良かったな。あれ良かったですね、はい。はじゃあ次にしましょう。はい。戸田レイさん、多いですね。レイちゃん、かわいい。喋りもサバサバしていい。またイジリちゃんに呼んでください。そうですね。前回ね、レイちゃんのね、こうね、服も着ててね。そうっす。上半身しか映ってなかったでしょ。戸田レイちゃんの腕は何ですか？もう、お尻です。お尻の。なので、今度ね、もう、顔を 出しません。え、レイちゃんのお尻だけです。尻シリーズ、尻シリーズだから、レイちゃんは立、はい、ちょっとくつ立ってみて、はい、立ちます、後ろ向きに、はい、そうすると多分お尻しか映るんでしょ、ここだけです、うん、この状況でレイちゃんと会話します。レイちゃんなるべくお尻が目立つような衣装を着てきてもらって、なるほど、やるのが俺の理想、2021年夏の目標です、ね、目標なんですね、もう。いや、斬新、斬新ですよ。だって、はい、この人はお尻見たいと思うんですよ。いや、絶対見たかったと思う。で、洋服も全然いいんですよ。デニムでもいいですし、スカートでもいいですし、その…お尻のところだけを…戸田麗ちゃん、いい、こしょ、戸田麗ちゃんです、イエーイ、までは見てみよう、はい、じゃあ、立って、後ろに向いて、じゃあ、ここから会話していくって話。あ、素晴らしいですね。はい、そうします。麗ちゃん、そうします。はい。決めました。はい。だけではなかったんですね。そうなんですよ、イジリさん大御所から声をかけられて、イジリさんの印象が良いからですよ。そうですよ ね、 すごいですね。いやー、あの会話、あの違う話から逸れてたんだよね。めちゃくちゃ逸れましたよ。うん、逸れてる、はい、滝さんと鈴木岡さんと中井貴一さんの話をしましたよね。そうです、だから怖いもの知らずだったんですよ。テストとコメントと、テスト2回ぐらいのコメントと本番全部俺変えたから。あ、そこですね、アドリブで、アドリブですごいっすね、ひどいよね、ひどいっすね、マジで。さん最後の一言だけは笑わしたい、笑わしたいと思って、イジリさんのダメでしょ、ダメですね。タツさんはコンクールだろうなと思ってるのに、仲良くなってると思ってたからね。いや、おい、最後うなぎの時に一言も口に
ぜひ聞いてください。うなぎの時です。詳しくは舘さんの回をご覧ください。ぜひそちらをご覧ください、はい、さあ、ということ で、 そうですね、コメントを紹介していただきましたんで、はい、また読めないコメントたくさんありますけれども、俺のコメント読まれたとかいうね、コメントもありましたんでね。あ、ありましたね、はい、はい、楽しみにお待ちください、はい、さあ、ということで、また次回お会いしましょう、はい、じゃあね。チャンネル登録をお願いします。